はい、酒好きの新潟人の西動画。今回はね、チューハイです。ハイリキザ、スペシャルのストロングのフルーツパンチサワー。炭酸強め、フルーツパンチテイスト。アルコール度数が 8%。果汁が 0.1%。フルーツポンチではなく、パンチなんですね。フルーツパンチってなんだ？そんな料理あるの？フルーツポンチだったらわかるけど、フルーツパンチって何？っていう話なんですけど。原材料、ウォッカとブドウ果汁と、糖類と酸味料と香料と着色料と、甘味料です。フルーツパンチってなんだ？なんかファンタでもさ、昔あったの知ってます？フルーツパンチ味だっけ？なんかそんなようなのなかった。あれ美味しかったよね。ファンタの。あれファンタで俺一番好きなんだよ。なんか怪しげな、なんかブドウみたいな、なんか色のやつ。乾杯。ブドウジュースっぽいな、色は。うわ。うわ。甘っ。むっちゃくちゃ甘い。うわ！もう飛び抜けて甘いな、これ。甘っ！しかもこの、甘いな。フルーツパンチってなんだ？甘っ！本当にあの、どぎついほどの甘さ。フルーツポンチ、フルーツパンチ。あ。英語ではフルーツパンチっていうみたいですね。一応。パンチは酒、砂糖、果汁、水、スパイスのほか、シロップや炭酸水を入れるのが一般的。フルーツパンチは果汁などを混ぜたアルコール飲料に、切った果物を入れた飲み物、デザートだって。今日ではアルコールを含まないものも多い。あ、一応飲み物なんだ、パンチって。あ、知らなかった。あ、じゃあ一応、あるんだ、そういうの。しかも、フルーツポンチでもいいみたいです。普通あの、日本だとフルーツポンチって言うと、あれだよね。普通のなんかデザートのなんか、フルーツポンチとかって聞くけど。パンチは17世紀以前の西ヨーロッパ、特にイギリス周辺で生まれた飲料である。原型は蒸留酒と砂糖とレモン水と水と紅茶または香辛料の5つの素材からできた一種のカクテル。にしてもこれ甘すぎだって、これ。冗談じゃない。冗談じゃなく甘い、これ。本当にやばい。うわ。甘すぎるよ。
これは、チューハイのこれは甘さをなんか、さらに超えたね。普通のチューハイのね、あの、倍ぐらい甘いよ、これ。本当に、どうなってるんだってくらい甘い、これは。多分ほとんど甘味料だと思うけど。甘い、とにかく甘い。これは甘すぎるな。まずっていうか、甘すぎてこれはもう飲みたくないわ、これは。まず。味はね、なんかね、甘い。甘くてなんか、ぶどうのジュースのような感じの甘さだね。なんだろうね、この甘さね。俺もよくわかんない。どんな味って言われると、なんかただ甘い、甘いです、としか言えない。ほんのりぶどうの香りもするね。これは一本でも気持ち悪くなるところ、甘すぎて。ああ、気持ち悪い。懐かしのあの味。懐かしのあの味って言うけど、フルーツパンチサワーって俺、懐かしもクソも別に懐かしくもクソもないんだよな。まあ、ファンタのあのフルーツパンチのことを言ってるのか、何が懐かしいのかもわかんないけど、多分ファンタのことを言いたいんだろうけど、コカ・コーラの製品だから言えないってことか。でもあの頃俺ガキだったら6歳ぐらいの多分小学生ぐらいだった時に多分フルーツパンチっていう味が確かファンタで出てたんですけど、あれ最近になって復刻されたんだよね。報告されてまた消えたと思うけど、ファンタフルーツパンチ、ファンタフルーツパンチ、2012年、1984年発売当初の懐かしいレトロパッケージデザインで復活って書いて、俺生まれたの1987年なんで、3年前に生まれてるみたいですね、このフルーツパンチ。うん。だから、一回出てある程度持続したけど、多分、終了したんだろうな、フルーツパンチ。2012年に、復刻。これ美味しいけどすごい甘いんだよ。今飲むとものすごく甘いんで。ガキの頃は好きだったんですけどね。今はちょっとあんまり好きじゃない。フルーツパンチね。あったあった。これ飲んだわ、確か。復刻して飲んだわ、確か。あ、やっぱりもう売ってませんね。もう今はもう、もう売ってないみたい。
ファンタ。うん。ファンタオレンジかグレープだよね、やっぱね。俺個人的にファンタのオレンジとグレープどっちが好きかって言われると、ちょっと悩むけど、まあ、グレープかな？って感じはします。ただ今もファンタは飲まないですね。甘ったるくて。飲みたくない。コーラの方がまだ飲むわ。うん。まだね、コーラの方が飲みたいって思うね。ファンタね、あの昔のね、あのフルーツパンチはなんかブドウ味っぽいんだよね。グレープとあの見た目が酷似してて、何がフルーツパンチなのかよくわかんなくて買って飲んで、あ、うめえなって思ってた感覚は、ね、だからフルーツパンチっていうのは何なのかさっぱり分かってなかったけど、とにかく、あ、美味しいっていうのは分かってた。美味しいなとは思って飲んでます。すげえ、ファンタの、なんか、銘柄を載せてるサイトがあるけど、すごいな。まあ今はファンタもあれだもんね。なんか、見た目がさ、すごいなんか、ジャパニーズじゃなくてなんか、あれだよね。ちょっとこう、アメリカンチックになってるよね。しかも英語だしね。ファンタってカタカナじゃない。なくなっちゃったもんね。多分。これ見る限り。どっちかっていうとファンタってやっぱ、日本、カタカナで書くべきだなと思うけど。まあこれもどちらにしろファンタは、ファンタシリーズは確かに、ね、どこでも売ってるらしいですからね。タイとか韓国。オーストラリア、イタリア、ギリシャ、スペイン、ドイツ、フランス、とかで売ってるみたいですね。アメリカには売ってないのか。うわ気持ち悪い。歴代人気フレーバーシリーズって。ファンタ50周年。ファンタフルーツパンチ。フルーツの香りがしますって。うん。まあ、香料だからな。ファンタって砂糖と、ね、香料しか使われてないからね。うん。ああ、気持ち悪くなった。甘すぎ、これちょっと。やっとこさ飲んだよ、これ。年取ると本当に甘いもの飲めなくなるわ。本当に、あの、
コーヒーとかでもブラック飲むもんね。もうブラックしか飲まないもん。本当に。コク、甘みはもう上限突破だな、これ。ここまで甘いチューハイはなかなか存在せんだろう。香りもまあそこそこあるし、これはまずい。うん。これはまずい、飲まん。二度と飲まん。2541。ご視聴ありがとうございました。